この事態は神全てのハデスのことだわ。容赦なく追撃してくるはず。今は退路を切り開くことに集中しましょう。打ち取った。気持ちいい暴れっぷりじゃないの。あんたがいれば無敵だぜ。ハデスとは一体なぜ我らを。いや、今はこの窮地を脱することだけ考えねば。おう、良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。しかしわからぬな、ハデスはなぜこのような真似をしたのか。ゼウス、あのね、私が思うにハデスはきっと負けられぬ。どう説明すればいいのかしら。のんびり話をしてる場合じゃないわね。考えるのはこの状況をどうにかしてから見なさい。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。ハデス、容易に脱出はできそうにないな。どうしたゼウス、お前らしくもない。いつものように悠然と構えたらどうなんだ。ハデスよ、お前はなぜこのような真似をしでかしたのだ。はは、わからんだろうさ。全てを手にし天界で好き勝手暮らすお前にはな。ハデス、兄弟が相対することになるとは。ハデス殿、先へ進むわよ。おっと、そう簡単に逃げられるとでも思ったか。こいつらとも遊んでいってもらわないとな。ヨセン殿、その姿はまさか。おう、良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。ここは私に任せてもらおう。君たちは速やかに退くといい。であればわしもこの者と共に残るとしよう。わし以上にハデスの注意を引ける者はおらぬからな。総司令剣山、ユッホー。両攻めのやつマジになってる。あいつ怒ると怖いぜ。誰一人とて逃がしはしない。俺の力の前にひれ伏せがいい。神の力を示す。妖仙が神の姿になるのはいつ以来だったか。あれを怒らせるとは命知らずもいたものだな。こんなにできる子だったのね。それで終わりと思うなよ。力を示す。逃げられぬ。力を示す。いたずらに暴れるのとらしくないではないか。派ですよ、何をそんなに憤っておるのだ。この後に及んでまだそのようなざれ言を。お前などに俺の気持ちが分かってたまるか。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。誰一人逃がさない、そう言ったろう。さあ行け、我が幻影たちよ。みんな頑張って。あと少しで逃げ切れるわ。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。自身と戦うことになるという。悔しいけど認めてあげるわ。あなたが本当にすごい子だってことを。見事な手際だった。そう言っておこう。ここまで来ればひとまず安心ね。さあ対局しましょう。今は見逃しておいてやるよ。束の間の安息を味わうがいいさ。ひとまずな。よし、うまくいったな。連合軍はこの間二方面より進行し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せとくな。槍の股さ男を上げてやんぜ。おや利家さんまっすぐ突っ込んできましたか。ここは孤立させちまいましょう。俺がおとりになって利家さんを引きつけます。宗仁さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。承知した。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。宗仁殿、そこは力を合わせるぞ。貴公とならばいかな難敵をもしのぎよう。利家殿、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ清正。ここは勢いが勝負だ。利家さん、あれじゃ狙ってくれと言わんばかりだ。これも殿の指示により。ここまでが俺の負けだ。いるなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込める策、お見事です。これで二面作戦を防ぐことができました。敵もうかつには動けないでしょう。こうもはまるとさすがに拍子抜けですよね。なんだ、嘘だろ。利家殿、秀吉様を裏切るんですか。すまねえな。これが俺の仁義の通し方だ。秀吉も分かってくれるさ。利家殿が下ったか。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成、先に行け。俺がしんがりを務める。義経、頼む。清正、正則、引くぞ。待て三成、これ義経やべえだろ。敵こんなにいいんだぞ。置き去りにすんのかよ。俺たちが無事引くためのしんがりだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。正則、来い。趙雲を倒せば敵対象はすぐそこだ。敵が突入してきましたね。趙雲殿と共に迎撃を頼みます。あ、バカ、やはりこうなったか。今こそ攻め立ててやろう。さすがお見事な武勇ですね。勝利にはあなたの力が不可欠です。ゲッツー、嬉しそうですね。ウルトラ戦車のことから考えてもらうんですか。はい、孔明様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょうね。 質問救えずにこのざまか。俺がやられてる場合じゃねえってのによ。清正も正則も逃げ延びたようだ。あとはお前だった。早く行け。分かっている。すまん。残るは義経さん。さて 真理を確かめる。理由とならん。三成の後は追わせん。命を張ってお前たちを止める。そういう流れだ。なるほど、本気の勝負をお望みと。ではその流れとやらに乗るとしましょう。俺の負けだ。 降伏するでしょうね。最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉とではなく、これは三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。三成、これでいいのだ。 あなた方はうまく。これは執着。ガイア様の力を。時を渡るため準備を始めます。皆様、どうかお力添えを。やっぱり今のままじゃ時空の歪みが強すぎるわ。要衝を抑えて歪みを抑える結界を作らないと。 ならば全知全能の私に任せてもらおう。負けられぬ。両線ばかりに出しゃばられては尺なので。騒がしいと思えば敵襲か。急ぎハデス様にも報告しろ。おや、もう感づかれてしまったか。負けられぬ。 さっさと敵を蹴散らして場所を確保するぞ。結界を完成させてしまえばそれまで。楽しそうなことやってるじゃない。私たちも手伝ってあげる。負けられぬ。ダッキー、お前に協力を求めた覚えなどない。言っておく、これは遊びではないのだぞ。負けられぬ。まあ 協力するというなら断る理由もない。北はダッキラに任せ、私たちは南に進むとしよう。力を示す。力を示す。あなたがいれば 味方は安泰ですね。そんな優勝を視野にできる私は幸せ者ですよ。時を渡るか。またあの力を味わう日が来るとはな。まだ味わえるとは決まっていない。事の成否は我らの働きにかかっているのだからな。ですよね。それじゃ 戦せいぜい頑張っておくとしますか。やー予定していた要所は全て抑え、さて結界の方はどうなっている？予想より時空の歪みが強いみたいね。もっとしっかりした結界が必要だわ。結界の効力を高めるためにはもう一つ要所を抑えていただく必要があります。要所をあと一つか。どこを抑えたらいいかしら。それじゃあ一番北の要所を奪いましょう。敵の本体も追い払えるし一石二鳥だわ。では私が指揮を取ろう。西北の地を制して結界を完成させる。さすが我らの王さ、負けられぬ。超支流剣山やれぬ。やー負けられぬ。敵のお出ますか。私の指揮をしのぐほどの働きだね。片白と比べられては不満かな。これで十分な結界が晴れるはずだ。かぐや、頼んだよ。かしこまりました。ではこれより結界を。お前たちが動いたと聞いて来てみれば面白そうな遊びを始めたみたいじゃないか。結界がどうのと聞こえたが、負けられぬ。そんなものを作って何をするつもりなんだ。ほう、もう現れたの。冥府の王よ、ゆっくり構えていてくれてもよかったのだが。みんな何としてもハデスを抑えてちょうだい。結界が完成するまでの辛抱よ。期待以上の活躍よ。さあ来いよ、冥府の王があんたの魂をもてあそんでやる。何のための結界かは知らないが、俺がお前たちの好きにさせてやると思うか。大変、みんなハデスを止めて。ずいぶん必死にあがくんだ。何が狙いなのか俺にも教えてくれよ。実は俺たちって知られるわけないだろ。力を示す。超支流剣山。皆様、お力添えありがとうございました。これより結界を展開します。時空の歪みが消え去った。これは強力な結界だな。すごいわね、かぐや。さあ私と一緒にあともうひと頑張るよ。はい、時を渡る力、今こそ使いましょう。うまく進んでいるようだな。